はいどうも、タンドゥです。今回もですね、弘前エール飯ということでお持ち帰り商品をねご紹介していこうと思います。今回紹介するのはですね、以前スパの良すぎる中華料理屋さんということで、紹介した中華祭放流さんというねお店があるんですけども、新型コロナの影響もありましてですね、お持ち帰りにね、力を入れるということで、今回ですねそちらのお持ち帰り商品をね買ってまいりました。てでーん、お弁当と、麺類をね買ってきたんですけども、五目あんかけ焼きそばになりますね。はいよっと、汁物ということで、ラップにね包まれて外にね漏れないように、なっております。もう麺がね見えないぐらい、この上のねあんかけで覆ってるような状態ですね。重さもね結構あって、もうすごいねボリュームありますよ。そしてねうずら、真ん中に置きたくなるんですよねうずらって。麻婆豆腐定食の方になりますね。汁がね漏れないように、ラップで包んでくれてます。でこっちから行くと、バンバンジー的なやつかなこれは。うん、でザーサイで、ご飯、もうサラダですね。お店でね、食べる場合は、これにね、スープとデザートがつくんですけども、お持ち帰りの場合はね、それがつきませんので、ご了承ください。デザートね、あのマンゴープリンと杏仁豆腐、確かね、好きな方から選べたはずなので、まあ、お店でね、食べると、さらにね、コスパが良くなるという。こちらがですね、堀江さんの、お持ち帰り用のね、メニューになっているんですけども、まあ、定食、で、麺類、ご飯物。このね、裏の方も見ていくと、この前菜、まあ、おつまみ的なものですね。で、その他にね、一品料理。で、オードブルまでね、あるということで。まあ、この辺はね、まあ、ご飯のおかずにもなりますし、家でね、いっぱいやるっていう人にも、まあ、すごくね、使い勝手のいい、お持ち帰り商品ですね。めっちゃ入ってるんだよね。あんかけが、もう絡みついたやつがまたうまそう。これもね、うずら入ってると嬉しいよね。そうね、しばらく割らないでね、口の中でね。そういう楽しみ方があるのか。麻婆豆腐定食の方ね、行ってみようと思います。温めてね、開けたんですけど、なみなみとね、入ってて、もうすごいボリュームですよ。サラダはね、エビせんがね入ってるんですよ。まあさすがにね、あのお弁当なんでちょっとね、あのしなびてるんですけど、これ本当にねお店で食べるとね、もうサクサクのねエビせんが入ってて美味しいんですよこれ。麻婆豆腐いってみましょうか。こんなね辛くない、食べやすい、うん、麻婆豆腐です、はあ、このね麻婆豆腐にご飯をつけて、うん、これは何だろうな、バンバンジー的なやつかな、キュウリとこの鶏肉、あっさりしたバンバンジー的なやつです。うん、はい、というわけでですね、今回は、中華祭、放流さんのですね、コスパの良すぎる、テイクアウト商品をね、ご紹介させていただきました。お店で飲食することできますのでね、お持ち帰りじゃなくて、ね、もうその場で出来たてを食べたいという方はですね、ぜひお店で食べていただければなということで、中華祭、放流さんのね、テイクアウト商品をね、ご紹介させていただきました。ぜひね、行ってみてくださいということで、タンドゥでした。ヘバナ。